どうも、社会が生み出した悲しきモンスターです。今日もね、目隠しでリズム天国やっていきましょう。いや、本当にね、暗いニュースが多いですが、まあ生きていく限りね、こういうのは続くと思うのでね、あんま他人の情報に引っ張られすぎないように生きていきたいですよね。自分で自分の幸せを見極めるというかね。うん、それでいいでしょ。じゃあ今回は魚釣りからやっていきたいと思います。ちゃんと魚釣りにカーソル合ってるよね。あ、オッケーオッケーオッケー。このゲームに登場する魚釣り子さんっていう女の子がいるんだけど、ベラボーに可愛い。結構ピクシブとかでも人気だったはずです。さあ釣りましょう。俺人生で1回しか釣り行ったことないけどね。しかもナマズ釣り。可愛いですよね。イワチ多くない？ワン、ツー、スリー、おい！こいつ気持ち悪い。間違えた。ワン、ツー、スリー、はい！ワン、ツー、スリー、はい！あれ？最高、かっこ悪い。かっこ悪いな。ハイレベルはいけそうでも。ワン、ツー、スリー、はい！この大物めって目隠しをしてるからこそのテンションです。皆さん OK、 ハイレベル。全身が映ってるからといって調子に乗りすぎですこの男。はい、まあね、現実見てないから楽しいのよ今。何も見えてないから目隠し実況みんなも楽しいぞ。はい、次のゲームなんだっけ。野球だっけ。これ目隠ししててさ、間違えると一番恥ずかしいやつじゃん。野球かコロコロ探検隊か。これコロコロ探検隊か。この音楽はどっちだろう。コロコロ探検隊すごく苦手なんだよね。コロコロ探検隊だ。パーフェクトが上手いんだよね。サッカーそうだ。ヨーカラリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ヨーシュ。ヨーカラリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ウィ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 、ヨーカラリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ナナカラリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ウィ、ヨーシュ。集中してしゃべれない。ハッカラリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ワン、ツー、シャー。テンコライン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ジー。ワンコライン、ワン。
なんか1とか2とかその数字が聞き取りづらかったね。あーよかった、やり直しやなくてよかった。それだけだよ。このゲームね、可愛い見た目に反して結構難しいんだよね。まあまあいいでしょ。全然喋れなかったけど集中して。まあ難しいゲームはね、自然とこうなるかも。さてバッティングか。いやこれはもう 100% バッティングでしょう。このシンセサイザーのこの感じとか。Take me out to a ball game だよ。このゲームくっそ難しいんだよね。とんでもないチェンジアップの連続みたいな感じ。打てたら気持ちいいだろうけどね。映ってる、映ってる、映ってるかどうかだけ見せて。こうか。OK。目隠ししてよ。OK! 俺左打ちなんだよね。で、うん、うん、おいクソ煽ってやろう。おい、慣れればね、楽勝なんですよ、このゲーム。悔しがれ、悔しがれ。おいてて、おいいいいおいまあ打率10割はいかなかったけど。おいガシャーン三振おっえい、ー、こいこい、ピッチャーピッチャービビってる。三振あれ最後だけ三振してかっこ悪い。ちゃんと映ってた今俺。平凡か。まあいいでしょ。ずーっとフルスイングして映ってなかったらかっこ悪いけどね。よし、じゃあ次なんだっけっていうか、下ベーって出した時になんか何かを痛めた口の中で。あんま調子に乗るもんじゃねえな。なんだっけこれは。陽気な音楽だと。停電つって。なんだっけこれは。まあぶつけ本番でいきます。あ、鳥だ。難しい。ウィーチーズここ好き。はい、ちょっと早いのか。ウィー
こんな光景もコロナで見れなくなっちゃいましたね。人混みのあの世界がまた戻ってきますように。どうだろう、ミスしてたかどうかわかんない。まあ平凡でいいでしょ。この連続が来た時にわーわーの連続が来た時きつかったね。さあ、このリミックスは俺すごい好きだよ。原始時代風というかね、まあ未来が、未来を、暗い未来を見るのが嫌だからこの黒いのつけてるだけあって、過去へと思いを馳せながら最後のリミックスやっていきたいと思います。ふふ、ワン、ツー、スリー、ファイト。これバッティングクソ難しいでしょ。難しい、これ切り替えが分かんない。早いね、切り替えがなんかすごいスムーズというか、リミックスだ、リミックスの音楽としてはいいんだけど、ゲーム的には難しくなってますよね。こういうのって切り替えがスムーズであればあるほど、切り替えと切り替えのこの境目が荒ければ荒いほどゲーム的には楽になると思うんですけど、どうでしょうか。いや、難しかったですね、今回は。次回もね、まだ難しくなると思いますが、どれもこれもね、好きな音楽なので、楽しんでいきたいと思います。それでは皆さんはね、健康に気をつけて、お過ごしください。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録してください。よろしくお願いします。あと、全然関係ないけど、太平洋です。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。